皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖いスレの中より、怖い話好きな Y が体験した怖い話するで、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。よかったら聞いてってくり。あくしろ。まあぼちぼち語ってくで。すでにビビってるわ。これは Y がまだ上京する前、地元の田舎にいた時なんやが、周りは田んぼしかなくて、若者が遊ぶとこなんてなんもなかった。田舎生活というものに飽きてた Y は、深夜徘徊を始めたんやな。深夜徘徊をしてみてわかったことは、何か知らんけど楽しい。意外といろんな人が夜でも歩いてるんやな、ということやった。深夜徘徊にも慣れ始めた、1ヶ月ぐらい経った頃やろうか、Y は衝撃的なものを目撃してしまう。田んぼのあぜ道に、四つん這いの人がおったんや。外の明かりも、くっそ長い幅で等間隔に置かれた街灯しかないから、そんなに明るくもないはずなのに、そいつはしっかりと見えた。てか、ツルッツルの人やった。テカテカに光ってて、そいつがいきなり近くのあぜ道に現れたもんやから、うわわわ、と、声を出しながら転んでしまった。そいつは Y がいることに気づくと、ゆっくりと二足歩行へ戻って Y のいる方向へ向かってきた。冗談じゃない、捕まってたまるかと思った Y は、全力で逃げた。途中でサンダルが脱げたけど気にならなかった。後ろを振り返ると、男が口から泡を出しながらすぐ近くを走ってる。でかくそ足早い。くさ、犬やろうなぁ。夜間練習中の気流やろ。想像したらなかなかホラーやな。怖い話好きやから女子とかくねくねとか、いろんなこと想像しながら走ってたけど、疲れは来るもんで、もうダメだってなった瞬間に、そいつが、まあって言いながら飛びかかってきた。あ、これは死んだなと思った。はっと一瞬で意識を戻すと男がいなくて、あれ?と思って、耳を澄ませると真横でびちゃびちゃ聞こえる。まさか?と思って横見ると、そのまさかや。男が電柱を甲骨の表情で、にゃんごかんがー。って言いながら舐めてた。お前だったのか、見つけた。終わりや。田舎にいた時やからいろいろ体験してるんやけど、まだ聞く。聞こう。夜道の電柱ラブはこっわ、まだあるなら書いてどうぞ。これは Y が高校生のクソガキだった頃の話や。夏に仲間と人呼んで、心霊スポットで肝試しをしようということになった。その呼んだ人の中には、Y が思いを寄せてた女の子、A ちゃんもいたんや。ええとこ見せようと思って、当日、めちゃくちゃ張り切っておらついていった。着いた心霊スポットは県内でも結構有名な、山の中の廃村みたいなところやった。そうして始まった肝試しは、くじの関係で A ちゃんと一緒になれんし、相棒は男やし、最悪なスタートやった。全部で5グループくらいおって、前の2人グループが入って3分したら、次のグループが入って探検するという内容で、リーダーのやつが昼の下見で行った時に、千円三枚どこかにバラバラに隠したって言ったから、みんなテンション上がってどんどん入っていった。ワイらは男二人取り合ったんやが、テンション上がらんまま、しかも30分近く待たされて村に入った。中は木々が生い茂ってて、
獣道しか道がなく、建物も半壊しているものが多数。正直魅力を感じられんし、何が面白いんやこんなとこと思いながら歩いてた。歩いてしばらく経った時、相方が宝探しを持ちかけてきた。お金の方ではなく、蔵とかを漁って宝があれば持ち帰ろうぜ、ということやった。暇やったわいは二つ返事でオッケーすると、ちょうど、目と鼻の先にあった蔵の扉を蹴りでぶち壊した。蔵の中は埃がたくさん飛んでて、懐中電灯にはガが集まる。何かあるかなぁと照らしながら見てると、大きなつづらがあるのを発見した。お、絶対中になんか入ってるだろと、二人で話して蓋を開けようとする。が、なかなか開かない。二人で外そうとしてみるが、開かない。仕方がないので、そこら辺にあった錆びつきまくった刃物でこじ開けた。すると中からたくさんの竹の水筒みたいなものと、握り拳より少し大きいくらいの、ルービックキューブ状の竹の箱が二つ出てきた。なんやろこれと思って二人で眺めてると、相方が竹の水筒に液体が入ってることに気づいた。匂い嗅いでみようぜ、となったワイらは、竹の水筒の栓を抜くと、液体を手に出して匂いを嗅ごうとしたんや。そしたら匂ってくる鉄の匂い。おかしいぞと思って、中身を手に少し出して匂いを嗅いでみる。強烈な鉄の匂いがする。ライトで照らしてみると、茶色い粘りのある液体が手にかかっている。ワイら二人は悟った。これは血液だ。やばいもんだこれはと。しかし好奇心の方が勝ってしまっていたワイらは、小鳥箱展開もあるかもしれんと思い、竹の箱の方もこじ開ける。残りはスタッフが美味しくいただきました。ワイの血便やん。恐る恐る中を見る、ワイらは戦慄した。竹の箱に入っていたもの、それは、変色した爪と歯。もうさすがに怖くなってしまったワイらは、逃げるようにその場を後にした。終わり。まだもうちょいあるけど聞く、聞かない。気にせず語ってくれメンス。じゃあ語るで。アクしろよ。これは地元の友達とキャンプした時の話やな。田舎やから夜には星満点の夜空を見れて、昼は海で遊べる、最高やんってキャンプやったんやけどでも、やっぱりキャンプと言ったら肝試しなわけで、ワイらは肝試しをすることになった。森っぽいところをエリアに決めて散策して、30分経ったら帰ってくるっていうもんだったが、ワイらはそれなりにまあ楽しめた。特に何事もなくテントに戻ってたんやな。そしたら、テントがぺしゃんこのズタズタになっとる。一瞬嘘かと思ったが、ズタズタになっとった。俺は走り出して、テントの中を確認した。バッグの中身は引きずり出され、お菓子は散乱して、食い散らかされていた。ちなみに焼肉の残りの生肉もきれいになくなって、発泡スチロールだけ転がってた。ちょっと降りて、電波が通じたから警察に電話してきてもらった。まあ、結果は熊でした。これも、聞いてたら怖くないと思うんやが、友達が言った一言で周りがみんな凍りついた。肝試ししなかったら大変なことになってたよね。確かにってなったわ。怖かった。終わり。イッチがリア充なのはわかった。ふう、まあワイが体験したのはこんなもんやな。
あとは怖くないけど小話があるくらいやから、パンピーと何も変わらんわ。逆に聞く側以外に怖い体験したことあるやつ聞かせてくれメンス。Y が昔田舎に旅行に行った時に、地元の不良に絡まれて身ぐるみ剥がされたんや。それだけならまだしも裸で四つん這いにされた上、蛍光塗料みたいのかけられてな。夜やったのもあって体ピカピカやし、不良たちゲラゲラ笑うしで、なんで Y がこんな目にと思ったんや。したら、突然不良が走って逃げたんや。どうやら地元の人が来たらしくて、Y はその人に助けてもらおうとしたんや。それなのに地元の人逃げる逃げる。ヒーとかウワーとか悲鳴あげとったけど、Y も助けてほしいから追いかけたんや。したら暗かったのもあって、前がよく見えんで電柱にぶつかってな。痛さのあまり変な声出たわ。面白い。あ、まだあったで。実家にいる時の話なんやけど、巫女さんの彼女に夜電話してたんごねー。そしたら彼女の後ろから笑い声とかめちゃくちゃ聞こえるから、テレビかな、と思って、面白そうな番組見てるね。後ろで笑い声めっちゃ聞こえるよって言うたんよ。そしたら、彼女がテレビなんかつけてないし、笑い声なんてしないよって、泣きそうな声で言ってきて、めっちゃ聞こえるよ。嘘だーって言った瞬間に、携帯の電源がブチッと、いきなり落ちたんや。と思って携帯つけ直してな、彼女に電話をかけ直すと出ない。これはまずいやつかなと思って、電話をかけ直しまくったけど、結局その夜に電話に出ることはなかった。次の日の夜、彼女に電話をかけ直すと電話が繋がった。彼女が言うには、昨日の夜、いきなり電話越しで笑い声が聞こえると、部屋の電気が落ちたらしい。その後怖くなった彼女は叫んだらしい。結果神主やらみんなが来てくれて、大丈夫だったらしいが。それから2ヶ月ぐらいして彼女は神社を辞めて、コンビニアルバイターになったやで。終わり。これで本当の本当に終わりやな。こんなゴミカス文章力でも見ててくれたみんな感謝するで、ほな。普通にシャレコアにありそうなお話でしたね。皆さんからの体験談も待ってます。